ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんにちは、えっちゃんです。今回は2019年小学生が好きな YouTuber ランキングのトップに入っている YouTuber さんたちを一つの絵にまとめて描いていきたいと思います。なんと7位にはボンボン TV も入っていて、もうありがたい限りです。ありがとうございます。それでは早速描いていきましょう。はい、まずはどんな構図で誰がどこにいるかをこちらね、赤いボールペンで書いていきたいと思います。まあ、今回はいつも使っている芯が折れないシャープペンシルベルガードのシリーズの赤と黒のボールペンを使っていきたいと思います。まずは一旦ね、赤でざっくり書いていきます。まあね、普段ねベルガードのシャープペンシルは使ってるんだけど、ボールペンはどうでしょうか。お、いいね、かなり描きやすい。なんかね、描き心地がすごくいいです。今回描くメンバーはヒカキンさん、セイキンさん、そしてフィッシャーズさん、はじめ社長さん、ミラクルグッチさん、ボンボン TV、 カズチャンネルさん、東海オンエアということで、合計何人だ、相当な人数ですよね。まあこんな感じでちょっと描いていきましょう。You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, はい、ということで構図が決まりました。上から黒いボールペンで、なんとなくね、顔とかの細かい部分や服装とかを描いてラフにしていきたいと思います。Every time that my mind slips, I just see my past life. Heaven dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning.What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print.But I do. So you faded out while I watched it dance.
はい、なんとなくラフを書けました。なんとなく特徴メモみたいな感じで書いていったので、絵柄とかはねちょっとキラキラしすぎてるので、もうちょっとゆるい感じに書いていきたいと思います。はい、ちなみにここからは別の紙に書いて、聖書のね感じで下書きをしていくんですけれど、こちらのいつものデルガードを使って書いていきます。シャープペンシルで下書きしていきます。ちなみにデルガードプラス 2C のシャープペンシルもいつものデルガードと同じで、筆圧が強い私でも芯が折れないっていうね安心感があります。はい、そして下書きが完成したので、いつもの絵のリメイクのように下書きを線画にして、あとは色を塗っていきます。では完成しました。完成した絵がこちら。もう本当にね、夢のコラボレーションっていう感じで、私もまだコラボしたことない人とかもいるので、もう超大人気な YouTuber さんたちの中に、もう自分やね、それこそボンボン TV のメンバーと一緒に乗れたのは超嬉しい。本当に嬉しいの。ありがとうございます。もう今後はね、チャンネルとしてもランキングとかに入っていけたらなーなんて思います。はい、そしてこちら、今回紹介したデルガードプラス 2C は、絵を描くときはもちろん黒とか赤のボールペン付きなので、勉強するときにもすごく使いやすそうだなと思います。そして普段私がね、絵を描くときの下書きに使っているデルガードはこちら、シャープペンシルのみの方なんですけれど、今後はね、多機能なね、この一本でいろんなシーンに合わせて使えると思うので、私もね、普段からバッグに一本入れて持ち歩いてみようと思います。ということで、勉強とかお絵描きに使ってみたいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひね、私もおすすめのこのデルガードのシリーズ、皆さんね、使った感想とかもコメント欄によろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。